はい、井本さんこんにちは。こんにちは。マリオ高野でございます。井本です、こちらね、恵比寿のスバルの本社ショールームの方にですね、はい、ニューフォレスタースタジオということで、はい、このね、もうすぐ発表になる新型フォレスターを真ん中にドンと置きながら、はいね、歴代の初代から、ぐるっとぐるっとこのね、初代2代目3代目4代目、はい、そしてね新型を囲むようにね、はい、展示されてるということで、はいはい、もうね、一気にこの5世代をがっつり見れるでね、ドア開けたり、はい、中座ったりもできるということで、うん、ちょっとね、初代から、ねうん、もちろんね、普通 の、 お客様もね、はい、できるんですけど、まあ、ちょっとこの機会なんで、うん、ちょっと1台ずつですね、そうです、ね、細かいところを見ていきながら、うん、まあ、フォレスターどんな車だったの振り返っていく、うん、正直ね、僕はやっぱりね、はい、インプレッサーでこう速いとかね、うん、レガシーですごいみたいなのはあったけど、はい、フォレスターってやっぱりこう SUV だったんで、はい、まあ、正直特に昔は若かったから、うん、あんまりこうね、そんなに熱く見てなかったんですよ、うん、ごめん、うん、で、まあ、そういうのもあってね、まあ、皆さん細かいとこ詳しいし、そうですね、ちょっとね、フォレスターをね、はい、細かいとこ特にユーティリティ名、はい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 、全く昔無視してたから、そういうとこでこの機会にね、フォレスターの歴史をこう振り返りつつ、ね、あ、なるほど、フォレスターの使い勝手どのね、その何やろ、系譜をこうね、勉強して、して、うん、みたいなということでね、はい、ちょっと1台ずつね、かなり細かいところをほじくりながらね、はい、そうですね、ちょっと見ていこうと思いますので、はい、ね、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではちょっと初代から見ていきたいと思います。はい、ということで井本さん、はい、まあ、まずこのね、まあ、歴代が置かれてますけれども、はい、まずこの初代、そうです、初代から見ていきましょうかね、はい、出たのが97年ですかね、そうですね、ですよね、ということで、まあ、20年以上経ってるわけですけれども、はい、まあ、初代は、まあ、デビューした時はターボしかなかったと。そうですね、うん、3グレード全部ターボ、3グレード全部ターボで、うん、まあ、全部ボンネットに当時は穴開いてたわけですが、うん、これなぜか、まあ、置かれてるのは NA、はい、これ B 型くらいから出たんでしたっけ。そうですね、まあ、当初一番最初に出たターボが3グレードある中の一番下のベーシックな、はいはい、C ターボっていうのと同じ装備の、はいはい、NA が出たと。はい、いやね、まあ、当時だからフォレスターというと、まあ、僕の感覚ではね、はい、まあ、インプレッサーがもうかなり近いという車で、うん、インプレッサーのコンポーネンツかなり使って、はい、ちょっとこうボディ四角くしてかさ上げしてっていうイメージでしたけども、はい、まあ、インパネがね、うん、後期型のインプと全く同じだったりで、はい、まあ、その、まあ、当時 GC、まあ、今も乗ってるけど、うん、GC のオーナーとしては、はい、まあ、すごい、あ、なんか俺の車をこうちょっと RV に仕立てたんだなみたいな、そうです、ね、なんか派生車種的なこう、うん、インプレッサーから見ると、まあ、シャシーも同じですから ね同じで、うん、非常にその、まあ、そういう意味ではこう兄弟車感というか、うん、まあ、親近感というか、まあ、どっちかというと今で言ったらダブル RX とレボーグみたいな、あ、そうそう、そういうね、割とこう兄弟車の、ね、うん、感覚が強かったですけども、はい、まあ、改めて見たら、まあ、ちっちゃいですよね、やっぱりサイズは、ね、そうですね、出た時は ね、これでも3ナンバーでね、一応あの幅は、うん、お、ちょっと結構、ああ、なんだ、SUV っていうか、そうそう、その RV らしいこう大きさを感じたんですけど、ね、まあ、やっぱり僕の GC からすると、おお、なんかでかい車に、ね、うん、なったイメージありましたけども、今見たらもうものすごいコンパクトですよ、ね、そうですね、ある意味、取り回しが逆に扱いやすいサイズなのかもしれないですよね。はいはいはい、で、まあ、当時も RV ブームっていう言葉はあったのかなかったのか覚えてないですけど、はい、まあ、当時だからラブ4とかね、はい、まあ、CRV とか、うん、まあ、そういう都市型の都会向けの、はい、こう黒缶ではなくて、ね、いわゆる本当乗用車ベースのこう SUV がこう流行りだした頃で、はい、でも、まあ、正直その当時の、まあ、ラブ4とか、はい、僕はあのホンダのセールスをしてたんでちょうどその時、はい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 、あの CRV 散々乗ってましたけど、はい、まあ、まあ、言うてもそんなこう走りはね、うん、なんていうかこうそんな際立ったものはなかったわけで、うん、まあ、ちっちゃくてコンパクトでおしゃれでみたいな、アクロム系の、うん、いや、アクロ、うん、でもない、うん、CRV なら全然ね、もう当時のホンダの、 あの、はい、デュアルポンプはもう本当にもうなんちゃって4駆で、ああ、デュアルポンプでしたね、デュアルポンプの初期世代ですから、あれは本当にあれシビックシャトルに毛の生えたようなものだったんで、あんまりその例えばアクロへ行こうとかね、うん、あるいは車高高いのにこうコーナリングでフラフラしないみたいなのではなくて、まあ、どっちかというとアクロも走れないしコーナリングもフラフラしてたような、もう本当おしゃれなんかね、雰囲気だけみたいな、すごいですね、フォレスターと真逆の、そうそう、でそこへこれが出てきて、はい、ね、まあ、やっぱりこうもちろんね車高も上がってるし、うん、僕が乗ってた GC からすると重心も高いわけですけど、はい、でもそのね当時の
この同じカテゴリーのね、うん、その SUV からすると、うん、まあやっぱり断然走り良かったですね、やっぱり、ね、もちろん、ね、まあそのデビューした時に24時間のね、速度記録を樹立したりとか、オンロードでの走りの性能も結構こうアピールしている感じはしましたよね、はいはい、でまあ、これね置いてるのはあの NA ですけど、はい、まあ、最初ターボが出て、うん、まあ、要はそのそういう SUV でターボで、まあ、あの GC からするとね、はい、だいぶこうパワー抑えられてたから250かな、うん、最初250ですね、うん、だけどでもやっぱりね GC からしたら遅いけど、うん、当時の同じカテゴリーの中からすると、うん、もう突出して速かった、はいはい、でこうコーナリングもね、うん、そのターボのパワーで負けないこう、はい、シャシーとね、マシ回りで、うん、まあ、そういうこうやっぱりなんかなかった車でしたよね、はい、SUV なのに速いしオフロードも行ける、うん、まさに新ジャンルのジャンルでしたよね。で、あのこの間昨日つい昨日までやってたスバマガにもちょっと書いたんですけど、はいはいはい、僕はこれを見てポルシェはカイエンを出したと思ってるんですよ。これを見てポルシェがうおーそれうちもやらないとやられたと思って慌てて企画あの立ち上げて、はいはい、ちょうどこれが出て 2,3 年後にカイエン出てるんですよ、はい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 、と思ってて、これはだから要、ね、今ね例えばもう、まあ、カイエンもそうですけど、はい、そのロールスロイスとか、うん、ベントレーも SUV 出してるし、はいはい、出してますね、まあ、あれが要は辿っていけばここにあると思ってる本当にフォレスターがルーツなわけですね。そうそう、フォレスター、まあフォレスターの前にね、まあ、例えばエスクードとかあるにはあったけど、エスクードはもう完全にね、どっちかというとオフローダー、そうですね、車高はラブフォーと CRV は、はい、まあまあ、あの、ね、都会向けのこう雰囲気重視、はいはい、まあ、おしゃれ車だったけど、うん、そうではなくてもう SUV なのにガンと走ると、うん、っていうのはこれが新しいもうパイオニアですよね、うん、そうですね、はい、このコンセプトなのに、はいはい、オンもオフもがっつり走れるっていうのは、そうそうそう、まあ、新しかったですよね。 それがフォレスターが切り開いたマーケットが今ロールスロイスとかが追従してる、はい、というね、あのすごい、うん、すごい立役者ですね。そうそうそう、うん、だからやっぱりそういう意味で当時はね、なんかあ GC の派生かっていう感じでしたけど、この20年以上経って振り返ると、はい、もうものすごいそのエポックメイキングというか、うん、やっぱりこの重要っていうか そうですね世界中にものすごい影響を与えた、うん、ね、去年もねオランダからまさにこの車、はいはい、ね、まさにこの車、ね、まさにオランダからね、はい、あの自走でこのエビスにも来ましたけども、はい、まあ、やっぱ世界的にものすごい影響力を与えた車かなという気がすごいします、ね、うん、なるほど、はい、やっぱりこのユーティリティのね重視する車ですから、ラゲッジをちょっと見たいですけども、ね、やっぱ開口部もなんか今時の車ってこうやっぱり剛性重視でなんかもうちょっとこうちっちゃくなるのどうしても、そうですね、この時代まだこうそこまでやってなかったからこうガバッと開きますよね。なるほどね。タイヤね、これタイヤのカバーか、タイヤのカバー、タイヤが下にあってここにちょっと物が入れられる、なるほどね、おお本当だ、一応こう、レガシーにもあったんですけど、はいはい、これをここにこう引っ掛けて、はいはい、おー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 、あこっからレガシーにもあったのね、これこれレガシーずっと5代目レガシーについてます、ね、今もあるんだ、ほう、あ 今6代目か、あ6代目も多分ある、ああ、ある、へえ、ほう、すごいね、これ GC、 でも GC にはこういうのないからね、そうですね、てワゴンじゃないですか、ないのかな、はい、なそうですね、はいはい、あれ、あ、ん、忘れてた、ほうほう、なんでか、ここに、おお、これ何入れんのこれ何を入れるかと聞かれると、わからないんですがこれね、うん、これはレガシーにはなかった。あ、レガシーないんだ。うん、あ、そう。これ折りたたみ傘とかちょっとしたものを入れとける。あ、これは微妙やな。そう、今思い出した。なるほどね。何入れんのかね。なんか今だったら逆にこの、なんかあの、何あの、こうね、納豆とかなんか、はい、そういうの入れんのかみたいな。そうそうそう。今思い出した。ミッシャー大きいし、はい、これね、あー、なんかでもこの余ったスペースを、そう、意外と、レガシーのサブトランクってここだけなんですよね。うんうんうん、真ん中だけなんですよ。はいはいはい。なんだけどこういうちょっとしたのが、はいはい、あっと思って、これちょっとでもこうね、残ったスペースをそういうねユーティリティに使おうというそのそうです、ね、横も姿勢がね、あ、これね、あ、ジャッキはここにあるの、はい、お、今のはもう取り外し式ですからね、こういう蓋じゃなくて、あ、そうかそうか、はい、あ、これね、これくるくる回すやつもね、うん、ここにある、でここにもポケットがね、そうです、これ結構深くて、で こっち側なんかはこうシガーソケットの、あ、アクセサリー用のあれがついてる、これ何する、それはあのトノカバーがずらせるっていう、あ、トノカバーの位置か、あ、ね、こう、あ、はい、2段階ね、これはなんか他でも見たことある ね、他のスバルでもあるよね、これ、はい、なるほど、意外と芸が細かいっていうか、ね、意外とそのちゃんとね蓋があったり、はい、これもねパカパカ開く、こうね、なんか
これこんなお金かけんのっていう気がしますよね。これ今ですけどね、思い出したの。これに関しては20年ぶりに思い出したと、はい、あっとあの紐なんだろうと思った、はいはい、なるほどね。おいやいや、こうやって見るだけでなんかね、そうですね、いかにも使いやすそうでいいっすね。ね、あのすごい気配りっていうか、はいはいはい、なんかやっぱそうワゴンを作る歴史が長かったのもあって、こういうところの、なるほど ね、まあ、それはこうレオーネ時代に ねやっぱりそういうユーティリティはやっぱり磨かれてたと、この時代からもう、ね、そうですね、まあ、それだからアドバンテージとしてやっぱありましたよね、はい、なるほど。いやいいですね、初代。おいい、やっぱりこれ GC にはないものがやっぱりいっぱいありますね、はい、やっぱりGC の派生かなと思ってたけど、20年経ってやっと、ごめんなさい、20年経ってやっと本質が分かりました、はい、長かったですね見てなさすぎた、はいはい、ちょっとエンジンをね、はい、じゃあちょっと見てみましょうかね、はい、まあ、これ NA なんでね、ちょっとあれですけど、よいしょ、よいしょ、あれ、あれ、これか、いいよ、はい、ではでは、うわね、これはアルミじゃないとね、はい、非常にこう、スチールですね、重いね、ボンネットですが、よいしょ、はい、はい、まあ、FB20、まあ、SOHC、EJ、EJ、ごめん、今すぐ間違えた、EJ ね、EJ の SOHC のね、SOHC ですね、はいはい、NA ですね、はいはい、やっぱこれ、ね、当時の NA になると、だいぶこう、地面も見えるっていうか、そう、やっぱりこのね、補給類の少なさ、スカスカ感と、うん、あとやっぱりエンジンが、すごい前にあるよ、やっぱりね、この時代は、ね、まあ、今もまあ比較的前にはあるけど、うん、ね、もうだって ね、これがもうエンジンの先っちょでしょ。そうですね、ここですもん ね、やっぱマウント的にね、うん、でもそれでもやっぱりこの平べったいものがね、はい、やはりこうあると。でマウントしてる位置も多分今の車からすると、うん、この、ね、車高と関係なくマウントしてる位置がやっぱ高いですけど、はい、ちょっと若干前に向かってこう上がってる、そうそうそう、ね、あれがありますね、うん、やっぱね。でもまあやっぱりこれね、シリンダーが立ってるよりはやっぱ寝てるんで、うん、はい、やっぱりこういう車高を上げる車でやっぱりこれは、ね、あの行きましたよね、やっぱりね。当時は結構インプとかレガシーのターボ系ってこうダイレクトイグニッションだったりするんですけど、はいはいはい、やっぱり NA だとこう、ね、はいはいはい、プラグがあの、うんうんうん、プラグコードがあったりなんかして、はいはいはい、なるほどね。この時代まだこう普通にね、なんかプラグもね、なんか頑張れば自分で、ね、いや全然こっちで、ね、抜けそうです。今はできないけどね、うん、なるほど、こういいっすね、なんかこう見るとマルフ、ね、これなんでこれ吸い込みがこう2本になってるのか、ね、確かに謎っすね、これ謎っす、謎やね、これ聞きたいっすよね。なんか多分このね、NA だから微妙なこのね、吸い込む時の、ね、はい、これとかそう、これ何なんだろうって、なんでこんな形してんだろう、何やこれ、ね、これおもろいな、なんだろうこれ、なんかこのね、枝分かれしてなんかこう、はい、微妙なこの何ちゅうの抜けの抵抗とかを利用してトルクを、ね、太く1本じゃダメだったのかとか気になりますよね、うん、多分そう、いろんな多分工夫でトルクをねちょっとでも出したかったっていう、それはなんかこの時代の車、まあ、他にも見られますね、こういうのね、なるほどね、はいはいはい、パワーステ、これもパワー、これはパワーステ漏れないのかな、 GC と、なんか形が GC とはちょっとなんかだいぶ違いますね、違いますね、ポンプっていうかポンプか、あ、リザーバーのタンクか、こうやって見るとだいぶ GC とはだいぶ違う。あとはまあね、あの今の車ではないこう、ね、スロットルがワイヤーで、あー、これはね、そうそう、これはね、あの開けながらこういじると ね、ボワンボワンってできるっていう、ね、ふかしたりとか、はいはいはい、今のはこうできないですからね、もちろん、ね、できないですね、なるほどね、うん、いやなんか懐かしいですね、なるほどね、はい、そうか、この、ね、この時代まだこれ結構もう程度がやっぱめちゃくちゃいいですよね、これね、そうですね、これ普通あの真っ先に腐るからね、これマリさんの自身も結構、あ、もう腐ってもうまだ残ってはいるけどもう朽ち果てた、もう何遺跡みたいになってる朽ち果ててるね、まあ、あの外さないんですね、それは、うん、ターボやからやっぱり熱もねあのでかいっていうのもあるんでしょうけどね、はい、はい、中、はい、室内ちょっと見ていくと、はい、ちょっと面白いですよね、いろいろね、はい、あの僕も当時は見てたんでしょうけども忘れてて、はいね、さっきもちょっとちらっと見てると、はい、まあ、基本ねインパネは、当時のね GC の GC と同じなんですけど、後期と ね同じなんですけど、まあ、やっぱりこう、はい、RV というかね、うん、そういうユーティリティ面が全然違ってると、そうです ね収納とかがやっぱり多い、ね、はいはい、ね、この辺のこれさっき芋さんに教えてもらった気づいたけど、これね、ここですね、ね、こんなんねこれなんかここに蓋があるっていうのはこれね、今もこういう発想ないじゃないですか、ね、これないです ね意外とこれ便利だと思うんですよ ねなんかやっぱりね
見えないもんとかなくしたくないもんとか、ね、ちょっとここに入れとくと、ねまあ、当時はまだあの ETC なかったから、はいねまあ、小銭とか高速の領収書とか小銭とか ねあったんでしょうけど、なんかね今見たらこれ斬新ですよね、これね。斬新です ねあとなんかコンソールも違うんでしたっけ。コンソールも蓋がなんか、はいはい、なんかちょっとからくりがあった気が、からくり、はいはい、蓋の中に蓋ですか。これをカップホルダーだったかな、はいはい、あ上にこれか、あこれね、あこれかほんまや、なんじゃこれおお、これ斬新です、今見たら、ね、今これないもんね、こういうの蓋の上に蓋っていうのはちょっとない、ね、あの動きが悪くなってるけど、ほんまや、おおこれは便利なのかどうなのか、でもね、なんかここ多分ね、カップホルダー的にも使えたでしょうし、そうですね、いろいろそのね、あのインパネの方が ね、はいはい、カップホルダーが確か、あこれね、2個ついたこの辺ね、これかな、うん、それ1個だったんで、あ1個か、もう1個置くのに多分そこに、あなるほどね、ここに、ね、置けるようになってたんだと思う、ね、GC なんかはねこの辺からニョコッと出ましたけども、ね、はいはい、よいしょ、でほうほう、あもうね、この景色はもう景色がもう GC 後期見覚えのある、もうねそのものっていうね感じですけどもね、あこれね、これはちょっと当時はもうこういうのに全く意識がいかなかったけどエンジンがどうだとか、ね、そんな人、ね、若かったから、ね、昔20年前は、あとね、うん、もっと細かいこと言うと、はいはい、例えばこのインパネも GC の後期と同じなんですけど、うん、例えばエアコンがデジタル、ね、うんうん、ああなるほどね、 GC はこう、ね、ダイヤル式、はいはい、そうそうそう、そういえばそうね、はいはい、あとはこのサングラスホルダーとか当時としてはまだ今もうほとんどの車ついてますけど、そうそう、GC はなかったね、ね、なんか時計が上についてるのもなかなか珍しいかなっていう、やっぱりその GC からするとやっぱりこうね、まあ、当時そのいわゆる車格としてね、どっちが上下ってあんまなかった気がするけど、まあ、やっぱ細かいですよね、やっぱり明らかに、ね、そうですね、はいはい、収納がいっぱいあるのは、これは GC になったか、ね、なるほど、うわもうすごい、もうやっぱりね、このコンパクト感乗るともね、まあ確かに物理的にちっちゃいわけですけど、はい、もうね、もうすごいホットハッチというか、もうコンパクトなハッチバックですよね、この辺が GC と同じだから、 GC と同じ感はあるんですけど、うん、これ若干背が高いっていう、ああそうね、この辺とかね、着材当時も結構そのなんか、そうこの着座位置のあれがこう乗り降りがしやすいっていうのを結構アピールしてた気もするんですよね、はいはいはい、なるほど、うん、なるほどね、いやいや初代ね、あとそうだ、はい、この間ね、はい、あのまさにこのスビちゃんの放送でもネタとして上がりましたが、リアシート、リアシート、リアシートね、リアシートの、リアシートのね、はい、このまあリアシートもまあ、ね、あの GC とねパッケージング一緒なんで、はい、まあ、はっきり言って足元なんかはね大して広くないんですが、これね、これか前からわかるかな、ここにね、ここ普通こう、ね、今時の車はこの辺からこう、ね、そうね、アームレストありますが、はい、こっちにアームレストがある、これね、これ全てがこの背もたれをリクライニングさせるために、うん、ここストラットのこの張り出しがあるんで、うんうん、これを逃がす分、うんうんうん、そう、なるほどね、真ん中にアームレストがつかないんで、ここにつけたっていう、あこう、ね、ちょっとそういう意味ではここは狭くなってるという、そうですね、いうのを、まあ、逆手に取ったアイデアと、はい、なるほどね、これは多分世界でもこれしかないんじゃない多分ない、これ外側にあるって結構、うん、これ以外見たことないよ世界の車で、多分だって普通の車だったらここでいいわけですからね、そうそうそうね、普通そっちにこうね、はい、あの置いてあれしますけど、いやこれはね多分、うん、ね、多分もうこの先も二度と出ないでしょうこれね、まあそうですね、うん、今はまあ端まで倒れますからね、うん、そうそう、初代だけでしょこれ、あの初代だけです、ね、初代だけっていうか多分スバル車でこれ、スバル車だけだ、そうね、初代のこのフォレスタだけね、はい、いやいやいや、なるほど、まあ、確かにこうやっておっさん二人が座ると、はい、ね、真ん中になるとね、なんかよけちゃうけど、ね、これなんか微妙にこうなんか、ね、離れられるですね、微妙にこのおっさん二人のこのね、そうですね、距離感が、ね、人と人の距離はね、はい、あの 20ミリ離しましたって、ね、はい、新型コレスターでも言ってますけども、ね、はい、逆に密着するっていう、まあ、しちゃうけど、うん、これいいね、ちょっとね、こっちやよカップルとかだとちょっとあれかもしれないけど、はい、ね、なるほどね、おお、ということでやっぱりなかなかこのね初代フォレスタっていうのは、そうですね、今振り返るとね、まあ、当時は多分そんな感動しなかった気が、おリア用のね、はい、カップホルダーね、なんか当時はやっぱりね、僕もこう若かったしもね、はい、なんかサスペンションがどうだとかねもう普通はそうですね、マッソースばっかり見るんで、あんまりこんなとこはね多分もう見てもな見てもなかった、ね、カップホルダーなんかもう、ま、何の意識もなかったか、多分逆に今だからこう
ってなることはいっぱいあると思うんですよ ね、 ね、うん、特にこういうのないもんね、これ、うん、はいはい、さっきもね、僕もすっかり忘れてたんですけど、まさかそのドアの それの物入れが後ろにもついてるとは、そんなね、お金かかってるというか細かいというかね、普通もこの省きますよ、割り足とね、はい、本当だ、4箇所ついてるっていう、微妙になんか使った痕跡があってなんか使ってないこれ前のオーナーさんね、これね、一応使ってた痕跡あるよね、なるほど、まあ、こういう灰皿はね、昔からこう、ね、そうですね、なんかありましたけどね、逆にこうちょっと時代を感じるというか、そうね、今もう灰皿ね、うん、ないからね、うん、なるほどね、ああでもね、このね、着座感はやっぱインプそのものっていうね、まあ、ちょっと視線が高い、ね、気持ち高いですけど、うん、なんか見える景色はやっぱりインプ、そうそう、この足元のこの感覚はもうまさに GC、うん、まあ、頭ではちょっと広いかな、そうですね、うん、ということでこう、ね、やっぱりこう、はい、初代っていうのは、まあ、やっぱり GC の本当クロスオーバーというか、はい、やっぱりこう何ていうか SUV というよりやっぱクロスオーバー、うん、まあ、その、ね、言葉のその定義付けはちょっと難しいけど、でそのオンロードとオフロードの距離感がだいぶ近いっていう、うん、ああそうね、これもだから、そういう感じですよね、そうですよね、まあ、あのオートマはね、あの、はい、これはだから、アクト4の、まあ、あれかアクト4ね、アクト4、オートマはアクト4です、ターボもアクト4か、これはターボもフォレスターは、初代は全部初代は全部アクト4ですね、はいはい、であのマニュアルになるとね、あのデュアルレンジ、はい、デュアルレンジがついたということで、はい、すごいヘビーデューティーのね、はい、その使用にも耐えれたと、デュアルレンジは確か2代目もありましたね、NA だけだった、 NA だけ、 NA だけ、 NA だけ、うん、2代目のなんか中期ぐらいまでから、はい、はいはいはい、ということでやっぱりフォレスターもね、やっぱこうやって振り返ると、そうですね、こうフォレスターにしかなかったものがね、はい、やっぱりいっぱいあって、意外と奥が深いっていう、ね、やっぱさっきも言いましたけど、やっぱり世界中にこうね、うん、大きな影響を与えた、はい、非常にこのなんか歴史的な、うん、この人類史上の人類の自動車の歴史に非常にこの大きなこう痕跡を残した車かなということでございますね、はいはい、初代フォレスターでした、はい、はい、で こちらがね、まあ、2代目、2代目ということで、まあ本当にこうね、はい、まあ、いわゆるキープコンセプトというかね、そうですね、でもやっぱりこう形がだいぶ洗練されて、そうですね、かなりこうスタイリッシュな感じにはなってますよ ね、 ね、なんかこれ世代でいうとプラットフォームっていうか、そのコンポーネンツ的にはやっぱり GD で、 GD ですね、 GD ね、やっぱり、ね、はい、まあ、そういうね、まあ、兄弟関係というのは2代目も割とこうね、はい、濃かったという、はい、そうですね、あの印象がねありますけども、うんうん、まあ、やっぱりこうよりこうやっぱり何ていうか、ね、SUV らしくなったというか、そうです ね、 ね、こうなんか、まあ、ボディもねちょっとでかくはなったのかな、うん、ちょっと若干なんだろう、初代と比べるとこうなんか武骨さはちょっとなくなったかなっていう、あ、そうね、はい、初代はやっぱりどっちかまだレオーネの匂いがやっぱりこう、ね、気持ちなんか、うん、ありましたけど、すよ、ね、これレオーネ臭はなくなりましたよね、そうですね、ね、うん、世代的にはその BH とか BP レガシーあたりの世代ですからね、で、ね、まあ、もちろんこれもそのターボがね、はい、ありましたけど、こうフォレスターって僕の印象では、はいはい、どんどんそのターボのいわゆるそのカタログに乗っけるね、はい、最高出力的にはこうなんか抑え、はい、どんどん、ね、どんどん抑えられて、はい、これは220かな、220ですね、ただまあこれに関して言えば、うん、C 型から STI が出てるの、はいはいはい、あれは 2.5 ですけど、まあその後からまたグワッと上がるっていう、はいはいはい、そうありましたね、あ、初代で STI 言うの忘れたね、そう STI ね、 そうね、初代からね、はい、あって、まあ、あれもこう大成功で、はい、まあ、あれも本当にね STI でやっぱりその早い SUV っていうね、うん、もう本気で攻められる SUV、 そうです、コーナリングをね、で初代と例えばまあ、1個前の3代目、うん、4代目の TS は全部限定車なんです、うん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 、ただこの SG 型フォレスターの STI はカタログモデルだったんですよね、そうそう、そうでしたね、いつでも買えるというか、いつでも、まあ、今で言うとね SS スポーツみたいな、はい、そういうあのグレードになりましたよね、うん、はいはい、昇格したというか、まあ、そんだけねたくさん売れたんですね初代は ね、 そうですね、初代はだから STI 最初出て、うん、ね、もう瞬く間にあの時はだから初代の最初の STI は、はい、あの月間500台だったんですよね、はあはあ、月間500台だったんですけど、はあはあはあ、もう人気で、でも半年後にはもうバージョン2みたいなのが出て、はあ、もうそれも人気で、はい、でもうちょっとこう量産しやすいタイプ M っていうのが、ね、うん、出て、まあ、あれは800台か、はい、800台の限定で、まあ、それもボンと売れて、うん、もう1個出したんですよ、だから初代はね STI4 回出たんです、確かに、だからそんだけ STI バージョンがやっぱりもう人気で、はい、でもう2代目ではそうね、うん、カタロググレードになったと、そうですね、で外装とかでいうと例えば、うん、このボンネットの穴、はいはいはい、ね、ランチパックが入りそうな穴ですが、はい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 、
実はですね、これ、うん、その後から追加になった STI バージョン、うん、気持ちここが、うん、大きいんですよ。あ、この時代ね、あの GDA も、はい、もうあの涙目でね、もう本当に郵便受け以上の大きさになりましたけども、それでその STI バージョンのちょっとでかいこのボンネットスクープ、うん、ほうほうほう、丸めと同じパーツっていう。ああ、そうなんや、はい、丸めのやつのスマートフォンってこういうやつだから、この XT とかクロススポーツのこのちっちゃいやつの人でも丸めのやつをポンと、これはなんか交換しやすそうですよね。そうですね、簡単に取れそうです。裏6点ぐらいでしか止まってないんで、ボルトを全部外せば、ほうほう、これもうでかくできた。でかくできます。やっぱこの時代まだこうね、穴はでかい方がいいっていう、ね、そうですね、なんかね、はい、そういうまだ時代でかくてもういっぱい吸い込む、ガンガン冷やして、ね、物理的にもう大きな穴からもう、ね、吸うっていう、はい、そういうスタンスでしたね。そうですね、はい、なるほど、そうか、そうなんですね。だいぶね、装備も最近の車に近いものがね、うん、HID のヘッドランプとか、はい、あ、そうか、もうそういう時代なんです ね最近っぽくがなってきましたけれど、はいはいはい、そうか、確かにこうやって並ぶともう世代のそのね、なんかやっぱり進化っぷりが、そう、ね、結構もう今の、ね、うん、現代っぽいですよね、なんとなく、ね、うん、なんかこうあっちはもう時代を感じるけど、形的にはキープコンセプトなんだけど、うん、こう車を見るとやっぱりこう、うん、かなり、あ、最近の車だなっていう感じはしますよね。はい、でね、インテリアですけれども、はい、これまたこのなんていうか、これ何、あのえらいまたおしゃれな色使い、フォレスタこうだっけ、2台目 X 系、いわゆるクロスポじゃない、うん、クロスポじゃない X 系は結構こういうのが選べたんですよね、うん、なるほどね、もうこんないきなりこうおしゃれ車に、はい、初代こういうのなかったですよね。初代はなかったです ねだいぶこうカジュアルな感じがしますよ ねもうすでにこういうあったんですね、そのね、今のスバルにちょっとつながる、お、なるほどね、まあ、これもこのね、このインパネ自体は、ね、そうですね、GDAっぽいけど、はい、まあ、だいぶでもこれはオリジナルな、そうですね、2代目は GD よりもかなりオリジナルに近かった、はいはいはい、そうね、これは完全にフォレスターのっていうね、はい、この辺のこのねナビの感じとか、まあ、これはあのメーカーオフィスのビルトインナビなので、まあそのリモコンがそこにこう収まって、おお、ちゃんとねリモコンを収めるこのね、はい、本当だ、メーカーオプション仕様時代を感じるな、これもね、なるほど、今だとタッチパネルですからね、はいはいはい、あ、これでね起きながら操作できたと、はい、あ、それ気になったの、このこれ、あれ、あ、こっちか、助手席だけか、はい、これ、あ、ちょっといいですか、この網、この網はこれね、助手席の人が使うというよりはこれ運転席の人が使うのかな、この網、そうな、ね、まあ、今やったらなんかスマホとか入りそうだけど、引き続き何を入れるんだっていう、ね、こっちにないでしょ、これ ないですね、運転席にはない、でも助手席にはある、そうですね、あの、謎やね、同様にそのセンターのパネルの助手席側にも確かポケットが、うんうんうん、おー、これね、はい、おー、お前、そこ何入れるんだろうっていう、おー、これもなんか微妙なね、今やったら携帯入れるのちょうど良さそうだけど、本当だね、ちゃんとこう、ちゃんとしっかりした作りだね、これね、基本なんですかね、この SG2 代目のフォレスターってあっちこっちこう網なんですよ、あ、網ね、ドアポケットも網なんですよね、はいはいはい、網ね、そうだそうだ、本当だ、ほんであの、ね、初代にはパカッと開く小物入れがなくなりましたね、はい、そうですね、あの1台で終わってしまった、はい、あれ1台で終わったと、そうか、はい、その代わり網、なるほどね、2代目のこのインテリアのユーティリティのキーワードは網、はい、網ね、まあ、網が何だろう、このなんつうか、その何アウトドアっていうか RV 感を確かにねを出してんのかなっていう、うん、網のね、この収納ってなんかこうそういう何やろうね、なんかね、なんか多少汚れたもんでも入れられそうだし、そうです ねなんかこう、なんかそういう意味で多用途ね、多目的にね、さすが多目的スポーツというだけあって、はい、あ、これはだいぶ普通になりましたか ね、そうですね、カップホルダーが普通やな、ここと、うん、ここと、うん、あとここ、あ、これね、なんで、はいはいはい、これね、はい、そうか、あ、それいい、はいはい、この機構自体はまあ BH のレガシーなんかと同じ、あ、そうなんだ、ですね、うん、まあ、これはね、だいたいなんか、はい、スバル以外でもね、こういうのよく見ましたけどもね、なるほどね、おー、そうか、これ、ね、ナビがまだこれね DVD、 あ、DVD だけいいよね、はい、CD じゃなくてよかった、おー、なるほど、あとは、うん、そうですね、これも多分あの当時としてはフォレスターぐらいしかないですけど、うんうん、こうメガネケースが2つついてるとかね、あ、2つね、はい、そうか、サングラスケース先にありましたけど、はい、お前2つある、これ2つ、おー、これはあれ運転席の人と助手席の人両方っていう意味ですか？だと思うんですよ、
サイズはちょっと前の方がでかいのかな。ちょっと大きいです ね。もう例えば、あ、これはこれは、あ、オークにちょっとでかいか。あ、入らん。まあいい、ちょっとちっちゃいね。まあでも、うん、あの当時のやつは多分入ってたんじゃないかな。タレックスのやつはちゃんと入ると思う。あ、薄いやつは多分。薄いやつ入るね。入りそうですね。なるほど。おお、これ今2つないっすよね。これね。今2つあんのないんじゃないかな。ね、多分ない、ね。あんま見ないよねこれね。へえ。2つあってもね、普通1つしか入れない、ね。はいはいはい。ね。なるほど。まあやっぱりね、この辺も含めてやっぱりインプレッサにはやっぱりないものが。そうですね、やっぱり引き続き、うん、あのインテリアの感じもこのなんか、うん、この何だろう、つぶつぶ感というか、はいはいはい、こういうのもなんかフォレスターらしいなって、ね、なんかなんとかアウトドア向けのね、うん、こう車っぽいのかなと、ね、なるほど。あ、これはね、これはあのパーキングランプ、あの スバル車、昔のスバル車っていえば、うん、あの4代目のレガシーまであったんかな、BP まで、 BP までありましたね、はい、こうだからね、こう止まっててついこうね、例えば掃除するとこうね、なんかウエスでこの辺拭くじゃないですか、つい押しちゃうんですよ、これ昼間だから気づかないけどこの瞬間にこれあのランプがついてるんですよ、これね、これね、これがついてる理由が、うん、スバル車ってあのこの時代って鍵を抜くとライトをつけっぱなしにしても、キーを抜くと勝手にライトが全消え、絶対消えたんです、全消えなんですよ、だからつけっぱなしになるっていうことがないっていうのがメリットだったんです。ただだけどその状態で、あの例えば車を止めと故障とかで止めとかなきゃいけないときに、こうテールランプとかポジションランプをつけなきゃいけない、でも鍵を抜いたらつかない、どうしようっていうんでこれをつけて対処したんですよ、はいはい、だから鍵を抜いてライトの消し忘れがない代わりに車の掃除をしてここを押して結局つけっぱなしになっちゃうっていう、ね、それでバッテリーが上がるっていう、そう、まだ緊急時はいいけど、そう、あのね、絶対ね、僕も GC でもう何回もやってるの、こうね、あ、こう雑巾で拭いてつい忘れる、僕も何かの瞬間にね、はい、押して、まああるいはこのね、あのトリップを押すときとか、なんかこう、そう、なんかこうね、あのつい押しちゃうの。しかもね、これのね、困ったところが、外はついてるんですけど、例えばこっちのライトでポジションつけると、例えばメーターとかが電気つくじゃないですか、これつけてもメーターとか、室内は何にも変わらんから、もう本当にね、罠のようなもんで、そう、あのね、外はピカってついてんだけど、昼間ももちろん分からんし、そうなんです、もうね、あのこれ絶対多いと思う、こうつけたまんま降りて帰ってきて、ね、あれバッテリー上がってる、なんで、あ、これかやられた、乗ってる人はね絶対あるあるなんですよ、ね、あれこれね、はい、昔のスバル車オーナー絶対やってると思う、絶対やります、ね、これ謎でしたけど、はい、そうね、そういうね目的がちゃんとあったと、スバル車知らない人のなんと必ずこれ何って聞かれますから、ね、でもこれもあのスバル以外では見たことないから、ないですね、うん、昔の、うん、日本車あったんかな、昭和時代、まだもう平成に入る、だから昭和60年代の車とか、うん、あとは結構この世代の軽自動車なんかついてた車があったんですけど、もう乗用車ではこの世代でこれがついてるのも、うんうん、ね、スバルだけだったと思うんですよね、うん、そうそう、結構さね、そう、4代目レガシーまであったからね、はい、これね、これはスバルあるあるですね、これ、あ、なるほどね、はい、まあでもね、なんかスバルらしいですよね、こういうね、なんかもうそんな状況ね、もう教えてもらわないと、まずその本当の使い方絶対わからんようなね、何のためにあるのかっていう、で聞くと、ああ、そういう時に安全だ、そういう時にね、そういう時に下手したらそれでね、命が助かるか助からんかっていうね、そういう瀬戸際のこれのせいでもうなんか車が止まる可能性もあるっていう、そのなんていうかね、諸刃の剣じゃないけど、なるほどね、そっか、なるほど、じゃあちょリアシート行ってみましょうかね、押してない、大丈夫だ、チェックしてない、うっかり押してた、はい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 、で、あ、このやっぱ2代目になってね、ちょっとは広くなったのかな、はい、そうですね、あ、やっぱ網ね、網だな、やっぱりね、2代目の、はいはい、こういう、まあ、いわゆる前期型になるんですけれど、はいはいはい、前期型はシートが残念ながらリクライニングしないので、しない、うんうん、肘掛けがそういう真ん中で、普通のやつ、ね、だって普通の、はいはいはい、で、中期、いわゆる何だろう、前期顔の一番最後のモデル C 型です、ね、前期、あ、この顔のね、はい、はいはいはい、から、うん、簡易リクライニング機能っていうのがついて、簡易、ほうほうほう、この背もたれの真ん中と座面が、うんうん、ここのレバーをグッと上げると前にズリッてずれるんですね、うん、ほうほうほう、で背もたれ自体は倒れないんだけど、うん、こう座面が前に出て中折れして中がちょっと腰のところがこうグッと出てくることでリクライニング風になるっていう、こうね、姿勢としては一応こうこう、まさにその通り、なるほどね、
買ったんだこの世代の中級今さんに言われてなんか、はい、それも20年ぶりぐらいに思い出した気がするです、ね、後期なんかはそれこそこれと同じああいうビルトインナビをつけると、うんオーディオが入ってる部分が、うん、ジュースが2本だけ入れられる冷蔵庫があったあった冷やせるやつねあったあったビルトインナビ仕様しか使わないんですけど、はいはいはい、それはなんかまだ記憶にねなんとか新しいところではあったりしますがねいやでもこの内装色なかなか、ね、いやこれねいいっすよね、これね、なんか今の XV ですかみたいなねそんなこう色使いじゃないですか、ね、そしてもうこの世代になるとしっかり、うんヘッドレストは後ろ3つ、うん3点シートベルトも3人分ついてるっていうのがもうなんかスバルらしい、なるほどねリアもシートベルト調整ができるああそうですねあ本当だ初代なかったかなやっぱりなかったなかったね本当だこれもでも下手すとこの台だけなんじゃないかなもしかそうねなんかあんま記憶にないねこれ ね後ろが調整できるって珍しい、ね、また3台目のねここから見に行くからいいけど本当だやっぱ細かいなそういうところがねそうですねなんかね結構僕なんかはこの車でこうスキーを行った思い出があるんですけどあそうかこれ実際乗ってたんだ今さんねはい、はい、うちにあったんですけどやっぱちょっと後席が厳しいなっていうのはあその狭いんだこれ、うん、その時持ってた車が僕は BH のレガシーとちょうど BP に乗り換えた頃、うん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 、それらと比べてやっぱ後ろがちょっときついかなっていうのはありましたよ、ね、僕の感じがすると OGC より広いじゃんっていうおーっていう感じですからね、はい、まさね車によってうん感覚が違います。じゃあちょっとラゲッジ行きましょうか、ね。はい。なるほど。いやフォレスタのユーティリティは面白いな。面白いですね。いろいろ考えられて作られてますからね。はいはいはい、おお、はい。だんだんとこうやっぱ開口部がこうね、ちょっと合成重視っぽくなってきた感じがしますが、これまずこのね、これはあれ撥水かなんか。これは汚れたものをそのまま乗せても大丈夫っていう感じにこう洗えるっていう、ねはいはいはい。なるほどなるほどね。はいはいはい。おこれなんか初代からこうね感じは似てんのかなそうですねこの紐 もああこの紐ね、はい、あやっぱあるんだこれねあこれやっぱあるんだねこれはもうずっとありますねああそうかこれねただ、はい、これ一個だけデメリットがあるんですよこう出し入れするのにこう引っ掛けられるのは非常に便利なんですが、はいはい、夜やるときにランプがここなんですよ、うんうん、これレガシーもそうなんですけど、うんうん、これねこれ開けるじゃないですか、うんうん、あ見えない影になるんだあ難しいですそう見えないんですよこれぐらいまでいってれば見えるんですけど、ね、この角度だと見えないこれでぶり下げる、ね、都合上どうしてもねどうしてもここに引っ掛けるんだったらね、はい、これを短くするようなそういう複雑な機構が必要になってくる巻いたりしてそうそうそう、なるほどそうなんですよねこれ使ってる人じゃないとな、はい、僕はよくそれを思ったんですねあクラってなるわけねなるほどああ出そうと思ってこう引っ掛けるところまではちょっとドヤ顔なんですよ便利だなと思いながらやるんですけど、出そうと思って何も見えないっていう見えない暗いなるほど、あるあるですねこのもの自体は変わってんのかなどうなんだろうね変わってなさそうですね、こういうの変わってないよね変える必要もないか3代目のレガシーなんかはこうトランクがサブトランクが2分割になってたんで、うん、そういうのは、うん、要はこの距離が短いんで、うんうんうん、こうつっかい棒でこうボンネットのステーみたいなのが一時的に使われてた世代もありますね、はいはいはい、なるほどね1枚板系はこういうフックになってますなるほどなるほどあこれまだ2代目はこれありますよこの奥の生き残ってますねこれこれ ねこれおなんかなんか入ってるぞなんか気持ち初代より、うん、ちょっと大きい大きい大きいこれ傘いけるんじゃないかなこの形状的にちょっとこっちがなんかこう何なんか丸ねこうボコってなってねなんか傘の縁側の形っぽいですよねなんかねこっちはこう四角くなんかこうでもこれ傘だと短いですよね、うん、だいぶねこれはますます謎だこれはねなんかこう意図的にこうね形を作ってますよ ね気になりますよねこれねそれともこうフロアの関係でこうなってるのかなこれは謎だなだいぶ気になりますよね。いいのね。なんか入れたくなるんですよね。これ多分フォレスターオーナーはこう、うん、多分ドヤ顔です。なるほどね。あ、ちょっと聞きてえな、それね。なるほど。で、ね、まあサイドにやっぱりこういうふうに。そうですね、こっちも。あると。こう、うん、お小さい蓋もね、うんうんうん。なるほど。あ、こっちはこれ、これね。よいしょ。おあ、これジャッキーかね。ジャッキーですね。はいはい。なるほどね。まあ、この世代も相変わらずここに。アクセサリーソケット、初代のあそうかあちゃんとね電源がね、はい、取れると初代もあったっけそれ初代もありますあそうかあとはこうハンドルにおハンドルね、はい、なって今のアウトバックなんかもそうですけどここにこうなんか
あ、ね、なんか引っ掛けるんだ。なんか引っ掛けて干したりとか。あ、ハンガーで、はい、できるっていう。そういう使い方もできる。あ、これハンドルいいね、これね。そうですね。なるほど。おお、やっぱりフォレスターのユーティリティね、面白いですね。はい、でこう下の方を見ていくと、あれか、2代目から、はい、あの四駆は VTD ね、あのターボは。いや、あ、違う、これもアクト4で、アクト4だ、2代目の VTD になってるのはクロスポターボの AT だけなんですよ。ああ、そうなんだ。あ、そう、これまだじゃあノーマルの XT はアクト4、アクト4なんだ、はい、あ、そうか、そうだっけ。でもっと細かいこと言うと、うん、XT は、うん、オートマが要は普通のゲート式のやつなんですけど、クロスポだけスポーツシフトがついてるんですよね、変速ができるやつ。マニュアルのね、マニュアルモードが、ね、はい、4速だけど、4速だけど、はい、なるほど、細かいね、なるほど、さすが。3回しか操作できないですけどね、4速だから、まあ、2、3、4ってやったら終わりですけど、はいはい、まあ、4速はね、はい、まあまあ、あの割と最近までそういう感じで ね、 そうですね、ありましたがね、はい、なるほど、なるほど。サイドバイザー、おー、ちっちゃいの、これ、 これね、この当時のスバル車、みんなこんなもんなんですよ。なんでかっていうと、サッシがないから、当たっちゃう。そこの窓枠がないんで、はい、でかくしちゃうと窓に当たっちゃうんですよ。ね、大体この RV 系の、スバル以外の、あのバイザーって大体でかいんですよ。で、今のレヴォーグとかラブラレックスも大きいんですけど、それは こっちのドア側にバイザーがついてるんで、もうちょっと大きいんです。これがね、あのそれこそ当時を思い出すとあれなんですけど、このフォレスターはね、ルーフの形があれなんですけど、あとで僕の思い出だと、その BG のレガシーとかは、このバイザーを装着してたんですけど、ここのバイザーのこの綱から窓を5センチぐらい開けた状態で雨降ってる時走って、左にハンドル切ると、ザーッて水が全部入ってくるんですよ。あ、なるほどね。流れてきて。こう曲がるとね、こんなにしか曲がる。ここぐらいしか出てないんですよ、で、これもついてるんだけど、全部入ってます。で、僕もまた電気だな。こう来たら、このバイザーのここに溝が掘られて、対策されてる。なるほど。さすが、アップグレードで変わってるんだね。後期のバイザーが欲しくて、おー、なるほど。その時代からそういうね、こういう方を使うみたいな。なるほど。バイザーね、僕はタバコ吸うから、歴代に自分の車でバイザーつけたことない。僕もね、でもね、2代目のレガシーなんかは、BH とか、なんか記念車してたの。あ、そうなんですね。まだ絶対買います。これで、これですね。レッセンのワイパーで開いてます。ワイパーで開いてね。これでこう、どんなに寒くてもね。そうね。雪がたまらない。あ、なるほど。ちょっとボンネット。あ、そうだ。エンジンで行きましょう。これタバコだからね。そうそう。特にこういろいろこう使い勝手を考えないように、ユーティリティを工夫している方の。噂はそれも右入れがしたから、後ろ側から見えてくる。左側から。あれ？これは軽い。これはアルミです。あ、これアルミか。これはアルミなんだね。軽い。おお、やっぱりこう、ね、最高出力が220とかだから、やっぱりインターフラーそんなでかくないですか。そうですね。吸い込む穴はでかいけど。なるほどね。穴自体は、GDB と同じ穴ではありますけど、インターフラー自体がちっちゃい。要は、ここは余ってる。余ってる。余った部分はこの穴を使って、インターフラーじゃなくて、このタービン。さすがに煙突はなくなってる。煙突はなくなってますね。自身だとこれ煙突だったから、ここから空気を送る。ちょっとね、その時に煙突つけてほしかったね。煙突ね。あの、熱くなるとあの網で焼き肉できるんじゃないか。煙突ね。なるほど。だいぶエンジンルームもでもなんかレイアウト的にはなんか見慣れた感じになってきますよね。そうね。こうぎっちり感もね、できるこのプラグとかもね。そうそう、ここに。うん、NA じゃないっていうのもあるけどね、はい、ね、もうこれも定番ですね、一回ここから吸ってフェンダーに入って、ここから出す、はいはいはい、この時代のやつはみんなこれですから、ね、
DJ20 を超えてみるとバリエーション多いよ、ね、DJ20 の全てとかね、何か喋れないから詰まってんだけどね。これ、これすぐスバルマガジンが始まる前に公開で されるオーバーです。明日じゃあ、あえて答えは言いませんけど、コーナスのスポットクイズに DJ200 は何種類あるかっていうのを、いいね、それ出ましたか、その問題。いいっすよ、隠れたらものすごい数。3桁いくしか軽く、いや、3桁いかない、3桁いかない。コンクリートカーの方にも入れて空海はコインとかも抜いて、さあ何種類ある。おー、そっかそっか、そっか、すげえな、それ。NA とターボで何種類 EJ にある。いや、もうね、ちょっと想像がつかんない多いと思う。僕びっくりしました。こういうカバーとかね、一応こう突き出して、そうですね、若干こういう、ね、なんか今時の車の態度、ね、だんだんこれがこうね、なっていくんですか。なるほど。相変わらず程度いいな、これ。しかしね、こう今現行型でもそうですけど、うん、まあこれはフォレスターに限らずですけど、うん、こうキャップが黄色いの見るとスバルだなって気がしますよね。この辺ももう延々と同じのをね、はい、使い続けてるわけですが、確かにね。そうか、キャップ黄色ってスバルだけ、これスバルだけです、ね。あ、そう。点検を自分でしなきゃいけないところキャップが全部黄色くなってる、うん、ね、開けた瞬間にね、やっぱり視覚的に分かるもんね、はい、これも伝統ですよね。そっか、そうそう、そう思い出した。この間もね、はい、某エンジニアさんの車をね、スバルを、ね、はい、取材してて、あのどうやったの、ウォッシャーのね、はい、あ、これか、これがなくなっててね。で、撮影するときないと困るから僕の G4 のあのやつを取ってはめて、で撮影して、それはまった、はま、うん、綺麗な、ね、ありがとうって、その人帰ろうとして、あ、キャップ僕のんですからと、早くパクられそうだったっていう。そういうことがありましたけど、あ、なるほど、うん、まあ、それだけこうね、やはり何ちゅうかこうね、使えるっていう利用できる。なるほど、ね、それどうでもいいものはこうね、お金かけないと。そうです ね、別にね、こんなもん一緒でいいわけで、このね、はい、ウォッシャーの蓋なんかね、はい、確かに性能に何の影響もない。そうそう、そんなものにね、はい、だから、ね、僕らつい笑っちゃうけどね、はい、これ何年使ってんだとか笑うけど、そんなどうでもいいものにはね、お金かけなくていいわけですよ。そういうところでコストを抑えて、こう、うん、EJ にもっと、ね、そうそうそうね、とかね、お金のかけ方がやっぱり、ね、はい、あの合理的というかね。ということで、いや、2代目フォレストもね、なかなか見どころ、ね、なかなかこう濃い満載のねところで、あ、そうか、 2.5、まあ、2.5NA は初代にもあったんかな、初代も NA はありました、あったね、はい、そうそう、これ 2.5 のターボがね、そうですね、これはその STI バージョンが25ターボ、はい、STI バージョンは25ね、はい、はい、ありましたね、うん、25のターボが乗っかったんだよ、2代目だけ、国内ではね、それはまあ、あ、いや、あったっけ、まだ3代目も乗ってます。3代目 2.5 ターボあったから、はい、 S エディションってやつは、あ、そっか、要は TS の前振りっていうか、 あれには25ターボが乗ってます、はいはい、ね、そうそう、だからフォレスターはエンジンがね、でかいのが乗っかるから、はい、そういう意味でこのインプレッサーオーナーからすると、うん、あ、ちょっとフォレスターさんは上に行ったんですねみたいな、そういう認識がちょっとありますよ、ね、なるほど、うん、ちょっとじゃあ僕たちエントリーで頑張りますみたいな。でもね、最高出力では圧倒的に増えてたのは、そういう意味で、そうですね、やっぱり低速トルクがどん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 太くなっていって、うん、排気量も上がって、まあ、やっぱり SUV らしくどんどんなっていったのかな、うん、 そうですね、まあ、そういう2代目ですかね、はいはい、